立山日東バス。立山日東バス株式会社、立山日東バスは、千葉県立山市周辺で、主に事業を展開するバス事業者である。1994年10月に、日東交通の立山営業所を分社化して、発足した。主に、立山市周辺及び、南房総市、鴨川市以南を担当する。同社における、当該事業参入は、 グループ内で、最後発にあたる、日東交通、鴨川日東バス、アモー日東バスに次いで4社目。安房白浜と亀田病院の間を結ぶ急行路線である。これまで同区間は、バスと JR 内房線を乗り継がなければならないため、特に亀田病院へ通院する患者は、不便を強いられていた。そこで、日東交通、当時 JR バス関東は、 乗り継ぎ時間短縮につながることに目をつけ、運行開始に至った。当初は毎日運行、平日ダイヤ、休日ダイヤを個々に設定だったが、利用客の伸び悩みなどから早い時期に、休日の運行を取りやめ、現在は平日、土曜のみの運行となっている。利便性を図るため、往復割引乗車券1700円を車内で発売している。 自家用車の増加などにより、利用客離れに歯止めがかからず、国、県、自治体が補助金で赤字分を補いながら運行を継続しているのが現状である。2011年、平成23年2月には、同社と立山市の連盟で、沿線住民に対し、路線バスの利用を呼びかける文書での回覧を実施した。立山日頭バスの幹線路線で、 運行区間の多くは国道127号とその旧道を経由する。近年まで並行している JR 内房線より若干本数が多かった日中、平日は20から40分間隔、休日は1時間間隔で運行が減便に伴い終日ほぼ1時間に1本の運行となった。区間便は少なく、早朝の名古屋駅1本が立山駅始発であるのを除き、 立山航空隊から当資運行する。また、日中の便に限り、イオンタウン立山へ乗り入れるが、途中、海岸沿いの道路を経由する。関係上、渋滞の発生しやすい年末年始や、ゴールデンウィークなどの期間は乗り入れない。2009年、平成21年10月からは、ナムダに似て、南房総市営バス、トミーと連絡するようになり、 オバマ東京湾フェリー間の廃止以来続いた断線状態が解消された。ちなみに、日東交通における運行再開時は、京浜急行電鉄、東京汽船、現、東京湾フェリーと共に3社連絡ルート、京急品川立山間を、京成、主に神奈川県横須賀市とフェリーを介して、立山市の A 代各基地を行き来する。 自衛隊関係者を輸送する役割を担っていた。また全盛期、1965年、昭和40年から1970年、昭和45年頃は6時台から20時台まで、約30分間隔で運行されていた。暗号地域の2大都市を結ぶ、鴨川日東バスとの共同運行路線である。運行区間の大半は、国道128号線を介している。 一時期、利用客の減少により、分社直前の1994年、平成6年に通し、運行を廃止した経緯がある。その後、2005年、平成17年に通し運行再開への布石となる、急行、立山駅、鴨川駅、西口、亀田病院間の運行を開始した、運行開始当初は、病院休診日は運休となっていた。そして現在は、主に、 立山、南房総地区から、亀田病院へ通院する患者の移動手段として、運行されているため、平日日中は、比較的利用客が多い。また、利便性を図るため、往復割引乗車券、1300円を、本社窓口、車内などで発売している。立山駅と南房総市、旧地区ら町中部を結ぶ路線である。なお、 立山駅地区内駅入口間は JR 内房線と並行している。立山駅西口と渚の駅立山、観光桟橋を結ぶ路線である。通常、新規路線に関する審査手続きが約3ヶ月かかるところを立山市で行われた地域公共交通会議を開始したことにより、2010年平成22年12月27日の申請から、 運行認可が降りるまで約1ヶ月と短縮された。しかし、運行開始当初から赤字状態などであることから運行存続が困難となり、2016年、平成28年に開かれた同会議にて運行休止が決定された。原則として、客船、東海機船のジェット船などの乗り入れ時期や渚の駅でのイベント開催時のみに不定期で運行される。 運行本数は、おおむね朝夕1往復ずつ、Z18 着の場合。また、タンク間で運行されることから、運賃は前払いとなっている。安房白浜と国道415号線を介して、地倉駅を結ぶ路線である。以前は、JR バス関東が運行していた路線だが、2005年、平成17年の路線再編に伴い、先日の安房白浜鴨川線。 豊房経由白浜線と共に線を譲り受ける。現在でこそ運行会社は異なるが実質的に買い戻した格好となった。かつて運行していた一般路線バスの廃止代替バス21条バスに橋を発する。運行形態は主に同社で車両を用意する場合と自治体が用意した自家用車両を同社が運転管理を請け負う場合の2種が存在する。 立山駅と南房総市、旧三好村南東部、旧丸山町北西部を結ぶ路線である。日中の便に限り、イオンタウン立山へ乗り入れる。1991年、平成3年の代替路線移行時に、当時の日東交通として、初めてイラストバスを走らせ始めたことでも知られている、地の色を水色にし、沿線自治体の代表的な名所、 名物は手書きで描かれいた。現在は廃車。また、近年に導入された専用車両も、先代のデザインに習って、沿線自治体の代表的な果物が描かれている。立山駅と南房総市、旧、三好村北部、旧、富山町東部を結ぶ路線である。日中の便に限り、イオンタウン立山へ乗り入れる。運行車両は、 沿線自治体を代表する花々が描かれたイラストバスが収益する。一方で2008年、平成20年8月まで運行されていた、府中台経由便1往復のみは、立山市と南房総市、旧三好村との市境で車の離号が困難な道幅の狭い区間を走行していた。立山駅と県道86号線を介して、 安房白浜を結ぶ路線である。他社も含めて、立山と白浜を結ぶ既存路線の中では、最短ルートとなっている。南房総市の委託を受けて、旧北、三原線の代替として運行している路線である。これまで運行していた、旧北、三原線は既存のスクールバスと一部区間が重複していたため、安全を目的に同一車両に、一般客、 通学児童が同乗するというスクールバスを使った根性バスとして再編された。巨南町の委託を受けて、旧佐久間線、旧安田線の一部区間の代替として運行している路線で収益する専用車両は運行開始の年にちなんで2002という希望ナンバーを取得している。2007年12月からは、 毎年12月から翌年2月まで、推薦祭り開催に合わせて、区間運行、安田駅大崩れ間の臨時便も運行されるようになった。また、このバスの停留所には、それぞれナンバリングがされている。毎年2月6日、マノ大国転覆祭のみ運行する直行路線である。出発時刻は定まっておらず、一定の乗客が集まり次第発車する。 ピストン方式をとっている。2013年度、平成25年度の運行を最後に休止状態にある。表記の運行区間は廃止時点のものである。安房医師会病院、当時の移転に伴う新病院開設に合わせて運行を開始した路線で、病院休診日、休日などは全便運休となっていた。 現在は既存の立山鴨川線及び千倉線が代替運行の役割を担っている。旧戸山町を東西に結ぶ路線だった。現在は南房総市営バス、トミーが代替運行している。安田駅、安房勝山駅と巨南町南東部、佐久間地区を結ぶ路線だった。また、1990年代からは安田駅安房勝山駅間を 旧校路線として運行。現在は、巨南町営循環バスが、旧安田線と統合の上、大体運行している。安田駅と巨南町北東部を介して、鴨川市西部、小塚地区を結ぶ路線だった。現在は、巨南町営循環バスが、旧佐久間線と統合の上、大体運行しているほか、2005年より東路線のルートを、ほぼ踏襲する形で、 鴨川日東バスの長距離金谷線が運行されており、鴨川からの直通運転が復活した形となった。南三原駅と県道186号線を介して和田町北部を結ぶ路線だった。現在は南房総市根性バス北、三原線が同区間を代替運行している。南房総市の委託を受けて運行していた路線であった。 この路線は国土交通省が2008年度、平成20年度に新設した地域公共交通活性化再生総合事業計画に基づいて実証を運行されていた。運行にあたっては同市の法定委員会がこの計画に応募、後に国土交通省から認定を受けてコミュニティバスの運行が実現する。しかし2011年、平成23年実績で 利用客は年間で8751人、1日あたり24人にとどまったことから、2012年度、平成24年度をもって実証運行を終了した。これまで、高速バス、房総菜の花号などや JR 内房線との連絡が悪かった旧三吉村、旧丸山町、旧和田町と富浦駅と三浦琵琶クラブなどを、 県道296号線を介して直結する形で快速運行しているが2009年平成21年1月15日からは利用客の要望により名古古前、立山市和田福祉センター間の自由乗降が可能となった。ただし富浦駅マイナスと三浦日和クラブ間は停留所以外は停車しない。また一部の停留所では既存の路線バス、市内線、丸線、 ヘグリ線などに乗り換えができた。国内4メーカーを揃えている。分社当初に日東交通から移管された車両は前後、扉車、あとは引き戸となっている。なお例外として、首都圏の他事業者から転入してきた車両は、前中飛車、中は引き戸となっている。また、グループ外から近年に移籍した小型車に関しては、日東交通カラーに塗装されず、 白一式の塗装に、車名表記を入れたのみとなっている。また、車載機器については、整理券発行機、運賃箱は、小田原機器製、運賃表示機は、レシップ製、車内放送装置、LED 式方向膜、一部車両を除くは、クラリオン製のものをそれぞれ採用している。ハイデッカーの前扉車、スイングドアが収益する。全車、所時間の関係上、 化粧室がついている。車載機器については、運賃箱は一水製作所製、車内放送装置、LED 式方向膜はクラディオン製のものをそれぞれ採用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。